久保さん。やっぱ文章で信用を得るっていうのは超難しいですね。僕ずっとやってきたんで。うん。やっぱね、一番簡単なんですよね、動画が。<laughs> 動画ほど簡単なものってないと思うんですよね。うん。だビジネスで一番難しいのって、あの、多分信頼信用を得ることだと思うんですね。で、信頼信用を得る上で、動画、一番簡単なんですよ。 だからその、なんだろうな、やる、うん、その人にとってはね、うん、やることが難しいかもしれないけど、ビジネスという土俵で考えたときに、ビジネスで一番難しいことは何なのかということの視点で考えたとき、信用、信頼を獲得するということじゃないですか。ここにコストがかかるわけじゃないですか。だって初対面で、いきなり商品売れますかって話で。 渋谷歩いてる人にね、いきなり宝石買ってくださいとか、ちょっと無理、無理、難しくないですか街中歩いてる人に声かけて。立ち止まってすらくれないですよね、多分。なんだこいつみたいな。どうすかね。すごいナンパ師がいたとしても、まあ、百発百中百戦錬磨って無理ですよ。街中歩いてる人に声かけて。そう。そこで結局信用、信頼を築く、ことっていうのは一番難しいわけじゃないですか。俺のことを信用しろ、みたいな話で。 一緒にご飯連れて、ご飯、この人とご飯一緒に行っててもいいのかなって話ですよね。だからそこにやっぱね、コストがかかります。ただし、例えばワンツー動画を撮るとか、そうするとみんなやってないので、あ、この人はちゃんと僕のために質問に回答してくれてるっていうところで信用信頼を得られるわけじゃないですか。すげえ簡単ですよね。みんなやってないですよね。<laughs> だから考えないといけないのはやっぱビジネスをする上で一番難しいところって何なのかなっていうところですね。 やっぱ信用と信頼を得るっていうところが難しいのかなっていうところですよね。うん。で、それをじゃあ簡単に、えー、得るためには YouTube は一番いいっていうところですね。だ僕がずっとビジネスできるのはやっぱその質問に対してね動画で回答し続けるワンツー動画を撮り続けるっていうことをしてるからまあこの少ない再生数、えー、お客さんでもビジネスがずっとできてるっていうただそれだけですね。うん。 もうそれをやればいいと思うんですけどね。はい、いってらっしゃい。